よし、行けるわよ。はーい。行きます。今度は再開しますか。はい。では、12月24日、クリスマスイブの早朝。あなたたちは全員目を覚ますことでしょう。どうやら全員無事に朝を迎えられたようです。おめでとうございます。ああよかったよかった。体ついてる。一旦喫茶店に集合しますかね。多分朝飯食いとかしてるし、はい、はい。ではあなたたちは一旦喫茶店へと集合します。つぼみちゃんどうします。まだ寝てるのかしら。寝てます。まあまあ多分起こされるまでゴロゴロしてんじゃないかな。じゃあとりあえず朝の支度というか、うん、皆さんの朝食を準備して、うん、トミちゃんを起こしに行きます、うん、まあ私起こすわよ。あじゃあ、うん、お願いしようかな。いやすやーすやー、つぼみちゃんつぼみちゃん、どんな感じで起こされてるんだ今。全然イメージができなかった。ほっぺたツン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 ってやって、うん、あじゃあうにゅううにゅうと言って、じゃあ布団を顔までかぶせますバサッ。うん、じゃあ剥ぎ取っておはよう。じゃあ布団を剥ぎ取ると、なんと布団の上でつぼみちゃんがいません。えな、剥ぎ取った布団にしがみついてます。あらあんた、あんた意外とやるわね。つぼみちゃんもう分かったわよ、布団ごとくるまって私連れてくわ。はい、じゃああなたたちが、喫茶店スペースで朝ごはん何しようかなみたいなこと思ってると、芋虫状態のつぼみをきっ掴んだくるみちゃんがやってきます。もう全くこの子寝起き悪いわよ。おはようございます。何すかそれ。いやなんかなかなかね、布団剥ぎ取ろうと思ったら布団にくっついてくるんだもの。だからもうそのまま連れてきちゃった。いやいや、ちゃんと起こしてあげましょうよ。いや寒いのかなって思ってねえ。いい匂いがしますって。じゃあ起きます。あよかった。あ起きてくれた。おはよう、うん、おはようございます。おはようございます。なんかすごくいい匂いしますね。朝食できてるわよ。朝食メニューは何ですか。今日はね、ウインナーと目玉焼きとトーストよ。はい、いいブレックファーストね。はあ、いいですね。あれですね、あの欧米化ってやつですね。欧米化かわいい。よく知ってるわね。あれも違いました。いいんだよ。ね、あのあったかい紅茶も一緒に出しとくから飲んでね。うん、ありがとうございます。ご飯派かな。ご飯は炊いてますよ。食べますか。えご飯ってトーストと一緒に食べるものだったんですか。じゃあいただこうかな。あじゃあ僕もご飯。わかりましたって言ってお米をお紅茶をピシピシとピシピシと。米と紅茶か。お茶もちゃんとありますよ。ああいやいや何でもないです。あの椿ちゃん青汁出してくれる。青汁、青汁分かったわって言ってもう冷蔵庫漁ってきて。こんな人が集まるんだったら魚持ってくればよかったな僕。あ私まだ草屋持ってるわよ。草屋決まってくれる。まだ私草屋持ってるけど。みんな食べる。え、いや草食べますか。いやいいです、結構です、大丈夫、間に合ってるんで。いや私みんなにお裾分けしようと思っていっぱい瓶詰めして持ってきたのよ。やめて、意味ある、あるわよ。やめろやめろ。変わりますね。つぼみちゃんなんか食べづらそうだから一回髪言っちゃおうかって言って髪を結いに行ってもいいですか。うん、じゃあつぼみちゃんはトーストをかじりながらてんてんてんってしたと、あ私のことですねって言います。あそうよ、つぼみちゃんはあなただけよ。あそうでしたね。あ髪ですか。あいいですよ、ちょっと私よくわかんないんで。じゃあちょっとやっちゃうねと言って、はいはい、さわさわさわと言ってこう髪の毛をアップにしてお団子にして上に上げます。絶対似合うと思ってたわ、可愛いわね。じゃあそれをしますとですね、なんとですね彼女のですね、いや首筋に鍵穴が開いてるのが全員の目に明らかになりますね。お裸やん。おいこれはまあ参考画像なので、うん、でもくるみちゃん知らないよね。あらくるみちゃん、くるみちゃん、あーそうね、そうですね、はい。じゃあ全員はですね、いやね普通の人間こんなもんないんですよ、はい、嫌な
監督がいますよね。あ、すいません。これは本当にちゃんとアナなのか気づきませんでした。では全員さんチェックを。ごめんみんな。ごめん。大事ですもんね。まあそんなこともあるわよね。成功してお願い。まあ失敗せんかったらいいからな。あ、なんか2回も2回もちょっと。あ、失敗。あ、雑談にやだ。お願い成功して。よっしゃ。やばいやばい。失敗せん。間近で見すぎた。うん、ダイスはメインで振り直してください。あ、わかりました。あ、はい、じゃあ失敗した人はピクッとして1点減らしてください。はい、よかった。よかった。うん。サンチチェックでこんだけ喜んだ久しぶりやね。相当来てるやん。トビさんどうします？なんか鍵穴見えたけどそのままお団子にしますか？お団子にしてると全員見ることになりますけど、これから先会う人確かに産地減少装置にこれだとちょっとね髪の毛の量が多くて落ちてきちゃうからといってこう首を隠れる感じで下の方で結んであげます。ああ、今の椿さんみたいな。あ、そうそうです、それのちょっと後ろバージョンみたいな感じ。なるほどね。じゃあ、あ、そんな感じなんですねって、じゃあふかふかしてから、うん、ああ椿さんとお揃いですねって、じゃあニコってします。あら、かわいい。お団子だったら私とお揃いだったんだけどね。あ、確かに。じゃあやっぱそうしますかって、じゃあもう一回鍵かけ上げようとします。いやいや、つぼみちゃんそっちの方が可愛いって。そうね、そっちの方が似合ってるって。やっぱ髪同じ、あの髪飾りのヘアゴムで結んでるので、うん、こうちょっとこれじゃ落ちちゃうから下の方にしましょうねって言って下の方で押さえます。せっかく綺麗な髪だからまとめちゃったらもったいないわよって。あ、そうなんですか、うん、でもこれも可愛いですね。そうね、可愛いわよ。こう髪飾り指でツン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 してます。じゃあこれそのままプレゼントするわねって言ってあげます。あ、本当ですか、ありがとうございます、大事にしますね。うん、使ってねって言ってそのままカウンターに戻ります。おお、うん、チラチラと夏目さんの方を見てます。私チラチラ、まあ、誰も鍵穴には触れない。しっかりと受け取りました。見たよね、私は触れるわよ。私は触れるわよ。確かに。それはそう。口を挟もうとしたらちょっとあの一旦手でこうグッて口を押さえないよ。もごもごもごって。いや、そういう感じじゃなく、うん、普通にあのつぼみちゃんってなんか昔怪我したりとかしたのみたいな。あーですか。あ、どうでしょう、多分してないと思いますけど、傷跡とか特にないですし、ってじゃあこう体キョロキョロしてます。あら、そうなのね。なんだったのかしらね、うん、え、なんですか急に。いや、あのね、うん、いやあの最近、若い子たちの間でさ、ほらタトゥーシールとかそういうの流行ったりしてるやん。ああ多分そういうんじゃないかな。なるほど、あれあ、え、どういうことですか、話が全然見えないんですけど。あら、冷めちゃうわよ、ご飯。いただきます。ガサガサ。何をみんなして、もう何ですかね、みんなして。なんか仲間外れ。そう、ね、仲間外れ仲間ですね、くるみさんね。本当にくるみちゃんでいいわよ。それは仲間外れって言うんかな。もう仲間外れ仲間で一緒にご飯食べちゃいましょう。もうそうですね、食べちゃいましょう。モキモキ、なんかほっぺたがリスみたいになってます。うん、かわいい、かわいい、かわいい。うん、私もほっぺたリスみたいにして食べよう。かわいい。早く行きましょうか。負けへんでって言って、無能さんも。もぐもぐ。どっから食べてんの、それ。確かに。え、企業秘密だよ。企業秘密。そうですね、なんか触れようか悩んでたんですけど、渡辺さんなんかユニークな頭してますよね。ああ、これ僕のおじが道頓堀で買ってきてくれたんだ。ああ、道頓堀というとあれですか、これですかって。じゃあグリコのポーズします。ああ、そう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 。え、めっちゃ詳しいやん。めっちゃ関西詳しいやん。会、ね、ってましたか。いや、行ったことはないんですけどね。いや、渡辺君、今度行ってみ、いざとなった時用にお顔見せた方がいいんじゃないかしら。あー、でも僕ちょっと顔が
少しコンプレックスなんですよね。産地チェック入るかもな。こんな。まあ素顔はこんな感じなんですけど。あらいい男じゃない。それ外すんですね。まあちょっとこんな感じなんでコンプレックスなんですよね。コンプレックス？コンプレックスって。いやこの年にもなってこんな顔だからなんかみんなからバカにされちゃって。私はあなたみたいな顔好きよ。あ、それは間に合ってるんでいいです。何よ、まあでも別にね脳みそかぶってても可愛い。私も好きですよ。ありがとうつぼみちゃん。何よ、私に褒められてもなんか喜ばなかったくせに。いけずね本当に。よう知ってるねいけずって。いけずあれですよね、魚育てる水槽ですよね。あ、そう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 、知ってるじゃん関西。僕もいけすだと思いました。いけすじゃない、いけす仲間ですね。養殖してるのかと思った。まあ、朝ごはんは養殖ですよね。おやおうまい、座布団一枚。あらあら、仲良くなっちゃって。もみちゃん芸人になれるわねこれね。もみちゃんなんか物あんまり世間知らずかと思いきやいろいろ知ってるよね。縁が利くね。一緒ですよね。私も M1 でも勝ち残れると思ってますよ。どや。知ってるのね。M1 は見てるんだ。別にお嬢様ってわけじゃないのかな。どういうお家に。ワンジャッシュですね。すれ違いコントいいですよね。わかるわ、あれいいわよね。もみちゃん何歳なの。あん、あん、何歳でしょう。多分15歳ぐらいだと思います。多分。だいぶ曖昧ね。学校は行ってないの。学校は行ってないですね。あ、じゃあお誕生日はいつなの。お誕生日、誕生日ですか。ちょっとキーパーが調べるので待ってくださいね。まずはよ。どういうこと？うんと、まあそんなこともあるわよね。そうだよね。ちょっと見つからなかったのでなんか適当に4月1日ぐらいでだと思います。おお。そっか、4月1日か。あとで修正するかもしれません。そっか。なるほどな。じゃああれね、成人のお祝いに4月1日になんかバーでね乾杯しましょうね。うん、そうだよ。うん、そうやっぱりね。いや4月は忙しいからな。あら何、うちの店来たくないのかしら。いやもう依頼の予定が。お、あらごめんなさい、1月14日でしたね。1月14日。あら、じゃあもうすぐじゃないのね誕生日。確かに、うん、ね、言われてみればあと半月ぐらいですかね。え、じゃあもしねここに来る機会あったらみんなでお祝いしたいわね。そうですね、うん、パーティーの準備しないとね。うん、椿ちゃんが作るケーキは美味しいのよ。そうなんですね、ケーキ食べてみたいですね。そうね、いいものを用意しておくわ。うん、さて、それでその私の昨日のお願いって覚えてますかね。もちろんよ、大学行くね、大学に行くっていう話です。梶田教授よな、うん、そうです。ちょっと大学への行き方がわからないので誰か案内してもらえると助かるんですけどってこう指ツンツンしながら言います。胸の前で指をツンツンしながら小上遣いにちさちゃん見てきます。かわいい。かわいい。もちろんよ、昨日も言ったでしょ。私が連れてってあげるって、うん、ありがとうございますって。じゃあニコーってします。よしよし。今って雨の具合ってどんな感じですか。え、嵐です。嵐。車は難しいかしらね。そうです、ね、不可能ではないと思いますけど、不可能ではないレベル、うん、まあ、渡辺くんの腕次第かしら。まあ峠では峠走ってたんや。まあ、まず電車って動いてるのかしらね今は。確かに渡辺ダンさんですからね、うんうん、イニシャルは D ですね。本当だわ。よく分かってるわね。そんな昔の DH ですよね。知ってるわね。私が世代ぐらいよだって。
まあ乗ってきたのは今日パジェロですけども、 GTR も一応家にはあるので。あら、すごいお金持ちなのね。車好きなのね。趣味ですからね。お小遣い少ないはずなの。確かに。だから4日から小遣いないんじゃない、うん、そうだね。そういうこと。もうスカスカよ。じゃあみんな食べ終わったかしら。あ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかったわ。ごちそうさまです。おそばちさまですって言いながら全部引いて、さささささと手際よく引いていきました。はい、早い。あ、早い。早いが早い。すごいですね、今椿さんが6人ぐらいに見えました。残像。これがプロのちゃちゃかちっちゃかと終わらせました。もしかして忍者かもしれませんよ。椿ちゃん成長したわね。あの時はあたりグラス割ってたのに。やだ、クロミちゃん昔のことだって言ったら恥ずかしいじゃない。いや、もう今がすごいってことを言いたかったのよ。もう。ありがとうって言いながら、ささく、もうさささっと片付けます。はい、さあ、さて、ではこれから午前中の散策に入ると思うんですけど、まあ PL としても PC としてもいいんですけど、どこ行くとかありますか。つもみちゃんは大学行きたいっていうのを強く希望します、うん、当たり前ですけど、うん、じゃあ、まあ昨日相談した通り、うん、分かれて、はい、はい、おい、そうくるみちゃんと、どう分かれますかね。むのおちゃんと、あきちゃんと、さかなさんが双脚行きましょう。双脚メンバー、そうですね、夏目ちゃんこっちです。こんな感じですね、うん、はい、OK。では、朝食を片付けたあなたたちはそれぞれ向かうことになるでしょう。どうやって向かいます？電車って動いてるのかしら。電車で、電車かな、はい、電車ですね。まあ、では駅まではみんな一緒に行く感じになるでしょうね。はい、はい、はい、うん、はい。では、一番近くのは最寄り赤霧駅という駅に向かいます。赤霧駅は赤霧電鉄という鉄道の主要駅の一つです。まあそうですね、まあ昨日も撮ったから分かると思うんですけど、多分、今日も高架下、高架の上を電車がガタゴトガタゴト走ってまして、この嵐の中なんですけど、電車は運休せずに走ってるだろうなってことは分かるでしょう。あら、すごいわね。駅構内はガラガラでほとんど人はいません、うん、でも駅員は普段通り仕事してるみたいですね、うんうん、って感じです。まあじゃあ私たち逆方向だもんね。そうですね、うん、うん、つぼみちゃんもほえーって言いながらあたりキョロキョロしてます、うんうん、まあ、基本的にお店は全部閉まってるんでシャッターばっかなんですけど、うん、ほえーって言いながらキョロキョロしてますね。とんだイブになっちゃったわね。そうね。どこの店も閉まってるみたいですね。なんかクリスマスムードゼロですよね。つぼみちゃんにクリスマスプレゼント買ってあげようと思ったけど、閉まってたら買えないもんね。あ、そうなんですか。あ、でもさっきそこでドンキはやってましたよ。あ、本当。じゃあ後でちょっと買いに行こうかしら。ドンキすげえな。強い。じゃあ行ってこようかしら。そうですね。自分たちはこっちの放送局に行ける方に、うん、じゃあ皆さんつぼみちゃんお願いで、うん、ドンキに任しといて。ドンキドンキ、まあ帰りに時間があったらドンキにでも寄って帰りましょうかね。うん、ありあり。そうですね、ドンキ入ったことないから楽しみですね。 いっぱいあって楽しいわよ本当に。なんかでも防災用具とかなんか買っておいてもいいかも。あ、確かにそうね。なくないですか。あ、そうね、うん、みんなで喫茶店いるならレインコートとか買っときますわ、うん、そうね、あ、まあ道中で買ってもいいですよ、うんうん、じゃあ道中でこしらえていきます。何を買いますか。お、あ、まあ確かに、どうしようかな。こんな装備で大丈夫か。相棒罠そうなの。傘だと多分、傘とりあえず欲しいです。防風で傘多分外で開いた瞬間ベッキベキになりますけど大丈夫ですか。レインコートじゃない。やっぱりレインコートレインコート、レインコート。回収ネットを買っていいですか。いいですね。ありあり。誰が何買ったかなんか適当に書いててもらって情報欄でも書いててもらっていいですかね。情報でいいですかね、うん、はい、まあそんなに厳密にするつもりはないですけど、うん、一応ね。これ ラジオは多分聞けないってことですよね。あ、まあそうですね。
ダダダカカカカビビビビビビビみたいな感じです。ああ、なるほど。何しよう。ここがドンキなんですね。すごいですね。なんか洪水ですね。みんなでドンキに。ドンキにホーテ。なんか欲しいのある？何しよっかな。じゃあつぼみちゃんにはその辺のなんかどうしようかな。うんうん、自分の好きな匂い選んでって言って香水売り場にちょっと連れて行きます。ああ、なんか防災関係の。こういっぱい見てたらなんか匂い混ざってよく分かんなくなっちゃいました。あ、そっか。じゃあね。なんかくるみちゃんおすすめありますか？あるわよ。あ、草屋以外でお願いしますね。もちろんよ。私草屋作ってるけどちゃんと香水身につけてるんだから、もう。私と同じ匂いするんですね。そうよ、私と同じ。じゃあ金木犀の練り香水でも買ってあげましょうかね、うん、金木犀っていい匂いなんですか？いい匂いよ本当に。ちょっと嗅いでみる？ほら私の匂い、うん、あ、本当ですね。くるみちゃんの匂いですねこれ。そう、私と同じ匂いになれるわよ。買う？うん、そうですね。ちょっとでもあの、私お金は持ってないんですけど。大丈夫、私からのクリスマスプレゼントよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。何かお返し、うん、何か考えておきますね。いやもう私十分癒されて若い子のパワーもらってるからいいのよそれで。え、パワーはくるみちゃんの方がありそうですけど。あ、そういうもんじゃないんだよ。もう嫌だね。本当にめっちゃ女子してる。じゃあ僕こんな感じで。はい。ちなみに渡辺さんは支払いはどうしますか？現金で。はい、現金はいいんですけど、はい、どの現金で払いますか？え、5円玉じゃなくて。じゃあほら盗んでたじゃない。ああ、そうですか。いやもう当然自分のあれから。なるほどね。はい、じゃあ普通にお買い物できました。危ない危ない。あぶねえ。怖っ。え、日本刀は探偵事務所に置いていくんですか？だってでも持っていくのもなんかあれかなって思って。大学で止められるやろ。うん、大学荷物検査までするかわかんないけど。え、でも日本刀だって外から見て見えるやつ。わかるのか。まあまあまあ、え、持って行ってもいいんですか？野球バットのさ、そのケースみたいな、うん、のに入れとけばいいんじゃない？っていうか普通に私持ち物普通に持ち歩いてると思ってたわ全部。まあ自動車以外は持ち歩いててもいいですよ。やったわ。自動車以外は。あ、じゃあ、いやでも。まあ別にそこまでないものは置いてっても全然いいよ。どう、絶対持ってけと言ってるわけではないので。いや、置いていきますやっぱり。はい、じゃあ置いていきましたね。はい、はーい。じゃあこんなもんでいいですか、所持品。えい、はーい、はい、はい、ではそこら辺を乗り込んで、あなたたちはそれぞれ反対方向への転車へと乗ることでしょう。つぼみちゃんも、うん、よいしょって言ってこうピョンって飛び乗ってます。かわいい。いや、なんか怖くないですか、これ。なんか隙間落ちないかなって。まあわかるわ、私もちっちゃかった頃はそうだったわね。わかるわかる。なんか見てたら吸い込まれそうやもんな。なんかそうですね、まあこれぐらいの幅絶対落ちないのはわかってるんですけど、それでもなんかこうちょっとヒヤッとしますよね。うん、みたいな感じの話をしつつ、あなたたちはそれぞれ反対方向へと向かっていくことでしょう。よし、じゃあ先に力やろうかな。よお、はい、では、電車はガタンゴトンガタンゴトンと進みまして、次は赤城放送局前、放送局前、降りの際はお忘れ物ないようにみたいなこと言われますね。さかなクン、降りましょう。はい、降りましょう。降ります。はーい、ちょっと待ってね。テレビ局、テレビ局、ほい。はい、晴れてるな。雨のね、地蔵はねなかった。はい、最寄り駅は、放送局駅前でして、駅からすぐのところに赤城放送局が存在します。放送局周辺には他の施設に比べるとかなり大勢の人がいるでしょう。
まあ、彼らはほとんど放送局関係者のようですね。なるほど。なんか外から見て、うん、こうパッとやってるというか人が多そうな感じですかね。そうですね、スタッフが結構出入りしてまして、うんうんうん、まあ、なんかカードを提示して中に入ってみたいなのをちらちら見えるでしょうね。警備員が入り口前に立ってまして、うん、まあ何でしょう、部外者入らないように見張ってるみたいな感じですね。なんかこう、うん、なんていうんですかね、大騒ぎになってるみたいな空気ではない。あー、まあ、でも結構ドタバタはしてる空気はしますね。あ、なるほど。なんかスタッフがいっぱい行ったり来たりしてるから、まあ結構なんか非常事態というか、まあ、バッタバタにはなってるみたいですね。ちょっと誰かにお話聞けないかしら。そうですね、 KB さんだったら追い返されちゃうかしら。その辺のスタッフの人の方がいいかしらね。まあ聞いてみますか。でもこの状況多分みんな携帯、うん、地域の人もみんな携帯使えないかもしれないから、うん、みんなここに聞きに来てる可能性も。確かにそうね。一応スマホが圏外か見ていいですか。ここは圏外です。圏外。あ、じゃあやっぱり誰かに聞かないとダメねって言ってちょっとその辺にいそうな、うんうん、優しそうな男性に男性スタッフを捕まえます。幸運ですかね、いるかどうか。お、いきます。はい、お願いします。成功。おお、優しそうなスタッフがいますね。ちょっとすみませんって言ってこいますね。ああ、はい、何でしょう、今ちょっと忙しいんですが。あの、もう大変出てきた。あの、大変申し訳ないんですけどと、ちょっとあの上目遣いで。あの、あ、オーディションでしたら今日は取りやめになったので。あ、そうじゃないんです。あの、実は今あの隣の駅、え、違うわ、え、ちょっとそれね、赤切駅からあの来たんですけども、あの、うん、電波とかが繋がってなかったり、テレビとか見れなくて、うん、台風。ああ、すみません。今こちらとしても今対応中でして、原因、まあ、分かり次第復旧しますので。ああ、今ってその台風の状況とかって分からないでしょうか。台風の、ああ、すみません。そこら辺の通信機器とか観測機器もまとめて、あの観測機器との通信ができなくなってまして。ああ、ですね。うん、なので現状は何とも言えないといった感じなんですよね。どちらかと言いますと、そうですね、大学とかの、 あの気象学の教授とか訪ねた方が多分わかるかなと思います。あ、なるほど、なるほど。あの、放送局のスタッフは別にその気象情報にめっちゃ詳しいわけではないので、はい、あの避難の情報とかが出てるわけではない、そういうのもわからないですか。あ、そうですね、そこら辺も大体あの放送するための避難情報とかをもらってで、それを放送するので、あ、そもそももらえない。そうどことも連絡がつかないので現状。あの、すみません、その気象学の教授の絵の紹介とかってなかったりしますかね、うん、その紹介していただける方とか、こう知っている方とかいたりしませんかね。いやでもなぁみたいな感じで言ってるので、そこをなんとか。はい、なんか交渉系判定何かあれば。ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください。昨日にお色気ないんかな。信用いくら用だな。信用ないですか。信用、信用、信用、初めての人だからな。ちょっと初対面の人を紹介するぐらいの信用はさすがにないな。イクルメするか、イクルメか、イクルメか、APP の5倍ですね。あ、APP5 倍。それか拳か。拳はもう警備スタッフが飛んでくる。警備員が間違いなく飛んでくる。じゃあ、イクルメ20しかないけど、イクルメで。いけ、はい、お願いします。いきます。はい。いけ。あ、無理だよね。どこで振った。あ、これ情報で。メインタブで振ってください。振り直しだ。あ、ごめんなさい。もう一回。ワンチャン。見直した。いけ。
何振り直しても虹パラだ。出るのかよ。やる。あー、うち言わずと失敗したんじゃないんだよな。まあまあまあ、奥さんがそこまで言うなら確かに困りますもんね。うん、じゃあそうですね。そうですね。大学に清水という、はい、確か天文学の教授がいらっしゃいまして。はい。確か名刺もらってたようなって感じで、じゃあ名刺渡してもらいますね。ありがとうございます。うん。ただまあ今いるかは分かりませんけれど。清水さんですね。うん、あなたのお名前もお伺いしてもよろしいですか。名前どうしようかな。何しようかな。どんなんがいいですか。山本。山本もぶたです。山本もぶたさん のお紹介でということでお伺いしてまいります。まあそうです。あんまりなんでしょう、あまりご迷惑かけないように。すいません、お世話になります。もう申し訳ないですって言いながら、まあ、いえいえ、困った時はお互い様ですから。ありがとうございますって言いながら、さかなクンの背中をスッと押してその場は立ち去ろうと思います。はい、じゃ優しそうなスタッフは仕事に戻っていきました。優しかった。名刺もらったわ。そうですね、これでちょっと台風の情報を教授から聞かないと分かんないということですね。清水教授みたいで、清水教授、そうですね。これはちょっとじゃあ早速みんなに合流しに行きましょう。我々も行くしかないです。まあちょっと遅れてやってくるんだろうな。はい、じゃあ入り口で前でスタッフと話して取って返して駅に戻り、そのまま赤切大学の方向へと、あなたたちは出発しました。やった。はい、一歩その頃。短いこのパート。はい、ちょっと待ってくださいね。ページどこ行った？駅、ほいほいほい。しょっと。ほい。さて、では、ガタンゴトーンガタンゴトーンを電車で揺れながら、あなたたちは赤切大学の方へと進んでいます。つぼみちゃんはこう窓から外見て、まあ、台風で景色悪いんですけど、ほえー、わあすごいですね、ふえーって言ってます。かわいい。あら、もしかして電車乗るの初めてなの？あ、そうなんですよ。いや、もちろん電車が何かとか知ってるんですけど、うん、こんな感じ、実際乗るとこんな感じなんですね。まあ最初はちょっと興味深いわよね、外動くの早いなとかね。うん、そうですね、何もしてないのに外の景色が動くのって結構すごいですよね。うん、なんか初心に戻れるわ、童心に帰れるわ。はい、そんな感じでいいですか。いいわよ。はい、はい、ではあなたたちは電車にガタガタと揺られ、次は赤切大学前、次は赤切大学前、降りの際は忘れ物にご注意ください。感じで赤切大学前に到着します。危な、何なんだったんだ。これ何。なんだシークレットダイス。何これ、何か何かありました。別に何もないと思うんですけど、何もないよね。まあ怖い。はい、では、最寄り駅、赤切大学前へとたどり着きます。この駅と大学キャンパスは目と鼻の先のようで、まあ一回来た人たちもいるんでわかると思うんですけど、まあ、前回は夜中だったのであれだったんですけど、今昼間なのでホームからキャンパスに併設された広いグラウンドが見渡せますが、そのグラウンドの向こうに特徴的な建造物が目に留まるでしょう。雨で霧がかかってはいますが、そのシルエットは遠くからでもよくわかる。それは巨大なパラポラアンテナです。あら、まあ、赤切市在住の探索者はいる？この中にいないわ。いない。あ、じゃあみんな初めて見ました。まあ何回かね、初めて見てすげえなーって思いました。ダンちゃんは見に来て遊びに来てるみたいだけど、どうなんですか。あー、そっか。あ、でもあんまり大学の方とかは行かないか。あ、そっか。私もな、お墓参りして、だって椿ちゃんと女子会するだけだから来ないわね。その方までは来ないね。天文学って、うんうん、
このパラボラアンテナ何かって分かったりしませんか？できますよ。あ、じゃあ振ります。私も振っちゃおうかな。お、夏目は振らんとこかな。あ、ダメだわ、私全然分かんない。あーくそ、じゃあ振る。夏目ちゃんなんか分かんないの？大丈夫か？振っちゃう。あ、まあさすがにな。さすがにな。うん、じゃあつぼみちゃんも、皆さん何見てるんですか？いやー、なんかすっげーでっけーパラボラアンテナみたいなの、あれなんだろうなって思って。本当ですね、でっかいですね。立派ね。あれ64メートル級ですよ多分。あら、すげー、つぼみちゃん。つぼみちゃん、64メートル級つぼみさん、そうそう、反り立ってるのね。そうそう、日本であるパラボラアンテナって一番大きいのがあの64メートル級のアンテナなんですよ。すごい。でもあれなんかおかしいですね。ん、うん、いや、あれアンテナって使ってない時は上に空に向けるものなんですよ、この参考画像みたいな感じで、うんうん、でまあ普通台風とかだったら空に向けて待機状態にするんですけど、今あれ空じゃなくて普通に地上向いてるんで、あれ今使ってるんですかね。あ、確かに言われてみたら、僕も大学でこういうの使うときこんな感じだ、そんな感じだな、うん、使わなきゃダメじゃないのね、そういうのって。いやでも普通強風の時とかって危ないから待機状態にするものなんですよ。あ、そうなのね。うん、じゃあ台風だからやっぱ下向いてるのかしら。いや、台風の時は肩を真上に向けて風をやり過ごすんです。あら、横風とかが丸いところでふわーってなるんですよ。あ、そうなんだ。この強風の中、誰かが本来使うことはないアンテナを使ってるってことだね。うん、あら、そんな感じですかね。もしかしたら樫田教授ですかねって、じゃあこうそわ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 しだします。もしかしたらいるかもしれないわね。ですね。いや、ちょっとじゃあ行ってみようか。そうね、行きましょう。うん、女子2人が行きたそうだし。もう行きたいわよ、もう。どんないい男なのかなってね。いや、きっとすごくいい男ですよ。おー、楽しみだわ。はい、いつだ、あなたたちは赤切大学の、まあ、受付の方へ向かうでしょうね。はい。大学内は台風の影響で閑散としてはいますが、まあ、大学自体が閉鎖されてるというわけではなさそうです。調査を始めるために少し歩けば受付窓口が目に留まる。そこには大学の事務員であろう女性が座っており、まあ、彼女に聞けば何か分かるかもしれないですね。って感じです。じゃあここはすいません、うん、今よろしいでしょうか。あ、はい、なん、え、なん、え、なん、なん、なんでしょうってこう。あ、すいません、今よろしいでしょうか。あ、はいってこう、なんかチラチラ脳みその文字を見ながら受け付ける女性は。ちょっと待って、入って、ダン君を隠すように。ダンちゃん、ダンちゃん、今あなた道頓堀つけてんのよ。ああ、そうだった、失礼しました。私、何、クトゥルフ、クトゥル大学から参りました渡辺というものなんですが、樫田教授は今ご在学でしょうか、うん、っていう感じで信用技能と、あの、自分の技能はいらないですよ。あ、あ、樫田教授ですか。はい、あ、いや、樫田先生に今日出勤してるかは分かりませんが、研究いるとしたら研究室ですかね。あ、そうなんですね。うん、あの研究室はあっちの、あのグラウンド奥のでっかいアンテナのすぐ下に併設されてます。あ、あのアンテナの下に、ここが観測天文台になってますので。あそこが観測天文台なんですね。うん、なんですけど、その樫田教授にどのようなご用ですかって、なんかこうすごい不思議そうな顔で聞かれます。いや、ちょっとどんないい男かって会ってみたくてね。はい、私樫田教授のファンなのよ。樫田、え、樫田教授の、あのすいません、あのこの子がちょっと樫田教授を探していらっしゃいまして。あ、素直に言うのね。はい。何よ、私が。どうやら知り合いのようなんで、ちょっと一目合わすというか、この子が探していたようなので。あ、すいません、私、あのこういったもので今現在、
サイモン・ザブロー探偵事務所で勤めています、うん、夏目と申します。はい、と言いますと受付の女性は、あ、探偵さんだったんですねって言って、つぼみちゃんが、え、探偵だったんですかって言います。いやごめんなちょっとずっと黙ってて悪いんやけど、ちょっと関西の方であの夏目探偵事務所をやらせてもらって、今ちょっと出張で、あそこの、ね、喫茶店の上のサイモン・ザブロー探偵事務所のところで留守番やってたんやけど、ちょっといろいろ台風やらなんやらでいろいろ依頼とか、まあこうしてつぼみちゃんも人を探してるっていうんで、ちょっと協力させてもらおうかなと思って。なるほど。そこで柏田さんの古い、まあ、軽い知り合いである僕と夏目さんが知り合いだったので、柏田教授の知り合い、みたいな感じでこうびっくりした様子を見ながら、え、あれ、そうなん、渡辺くん、私はいい男に会いに来ただけよ。うん、いや、私もちょっといろいろ気になることがあるんですけど。いい話を合わせる。自己主張。いや、もう、わたわた。一回言っちゃったからには引けないのよ。まあ、この くるみざわさんと、もうくるみざわさんにも柏田さんのことを話したりしてて、で、常々会いたいっていうふうにくるみざわさんがおっしゃってたので。そうなんですね、まあ、珍しいこともあるんですね、はい、不思議なものですね、人の縁って。そうですね。ああ、まあどうぞ、観測天文所は、なんだ、見学自由ですので。ありがとうございます。ありがとう、ちょっと行ってくるわね。うん、ありがとうございますってペコッと頭を下げて、つぼみちゃんは夏目の粗相を引っ張って、え、探偵だったんですかって。ごめんな、ずっと黙ってる。探偵さんだって分かってたら最初からあの人探しの依頼夏目さんにしたんですけど。まあちょっと状況が状況でもあったからな。あ、なるほど、あれですね、あの高度に戦術的な判断ってやつですね。そういうやつだ。そういうことやね。高度な柔軟性を維持してて、爪を隠すっていうからな。あ、なるほど。え、じゃあ今が爪出すタイミングだったんですか。まあ大学に入る理由っていうのも、まあ、ちゃんと示さなあかんかった。なんか見学自由らしいですけど。つぼみちゃん、つぼみちゃん、つぼみちゃん、あんなこと言ってるけどね、あの子ただテレヤなだけだから、あの人見知りしてるだけよ。あ、なるほど、ツンデレってやつですね。そうそういうことよ。まあ柏田教授にも近づきやすいし。うん、あ、行こう、行こう。ああ、ちょっと雨が来ました。はよ行こうか。じゃあ袖を引っ張られて天文所の方へ向かいます。はいはい、天文所に行きました。柏田の研究室のある観測天文台は先ほども見たパラボラアンテナの下にありました。入り口は施錠されておらず、関係者立ち入り禁止の札もない。宿は普通に入っても問題なさそうです。屋内も他とは変わらず閑散としており、入ってすぐの場所にこう自販機と簡易的なベンチがあって、休憩スペースみたいな感じになってますね。といった感じ。まあ探索者たちは行動の方向性とか話し合うためにこの場所を使ってもいいし、とっとと先に進んでもいい。さあ、どこから調べましょうかね。まあ天文所自体はそこまで広くはないですね。あれか、その観測機のところと柏田教授のなんか教室みたいなのって別な感じですかね。観測天文所の中にたくさんこう研究室とかが入ってるって感じですね。ああ、その中のどっかが多分柏田研究所の、柏田教授の研究所なんだろう、研究室なんだろうなって感じ。なんか札とかもかかってますよ、部屋には。あ、そうよね、そうマップとかそういうのあったりするのかなって思ったけど、うん、じゃあその札探しましょうか。柏田教授の、はい、名札では、あ、うん、はい、あ、部屋はつな、あ、いや、ごめんなさい、何でもないです、すいません、はい、ではですね、あなたたちが、この観測天文所内を、柏田教授の研究室どこかなって感じでうろうろしてますと、向かい側からですね、一人の、大学生っぽい人がテコテコテコって出てきます。あら。うん、彼はあなたたちを見つけたと、まあ、大学関係者ではなさそうだなとこう頭脳みその人となんかでかいおかまと
スーツ姿の探偵と15歳ぐらいの少女を見て、まあ、大学関係者ではなさそうだなと判断したようで声をかけてきます。ほう。観測点問題に何かご用でしょうか。あら、ちょうどいいとこに。ちょっとは、ですね、ちょっとこの少女が柏田教授を探されてて、それでここまでやってきたんですが、今どこにいらっしゃいますかね。どうだったかな、今はどこにいるかわかんないですけど、研究室でしたらあっちの隅っこの方ですね。あら、ありがとう。ありがとうございます。柏田教授のお客さんなんて珍しいですね。あ、そうなんですか。ちなみにその柏田教授ちゃんってどんな子なの。まあそうですね、言ってしまうと一言で言うと、あんまネクラ。あら。なんかこう自分の研究にしか興味なくて、人にはあんまり興味ないみたいな、なんか知り合いとかってほとんど聞いたことないぐらいの。そうなのね。みたいな感じの人ですね。まあなんかあんまいい噂も聞かないですしね。いい噂聞かないのね。なるほど。逆に、なんか家がなんかすごい偉いとこで権威を鼻にかけてるみたいな。あら、それ悪い噂ね。そうなんですよ。まあそんな感じでもあって、まああんまりそもそもあんまり授業しないですし。だからもう、皆さんはどういうご関係なんですか、逆に。まあ私たちはこの女の子をただ連れてきただけなんだけど、まあ、ついでにいい男いないかなってちょっと探しに来たんだけど。ああ、いや、合コンならどこ別の場所で、ナンパ、大学内でのナンパはちょっと禁忌なので、そこにポスター貼ってある、ポスター貼ってあるんで。あら、本当だわ、残念。ナンパ禁止って貼ってあります。残念だわ。じゃあ、あなたもね、ちょっと新宿2丁目に来ることあったら遊びに来てね。まあ、機会がありましたら。はい、今他に彼に聞きたいこととかあります？ちなみにつぼみちゃんは後ろでひたすら首をひねってます。あれ？一個聞きたいんですが。はい、何でしょう。今って雨風すごいと思うんですが。やばいっすね。なんでアンテナ使ってるんですかね。さあ、ちょっと僕も一学生なんで。まあちょっと僕に聞かれてもあんまりわからないんですけど。よしよ情報に失礼しました。あ、まあ大事な情報だから。そうね、一番大事かもしれないから。そうね、私を学生は守るためでもあるから。くるみ座から。まあ、と僕も一学生でしかないので、ちょっとそこら辺までは。まあ、それこそ教授なら知ってるかもしれませんね、柏田教授。ありがとうございます。じゃあ行くか。学生に、柏田教授はどんな授業をしてるんだいってちょっと聞いています。柏田教授の授業ですか。でも、あの人ほとんど授業しないからな。何だったかな。っていうなってるので、何かしら判定してください。お判定。まあなんか何でもいいですよ。交渉系でもいいし、なんか幸運とかでもいいし。これはダンク。渡辺くんが天文学者の天文学者だと思うので、彼自身の持ち得る知識をすべて使って、大学生に気になるワードをなんか投げかけるみたいな。なるほど。いいね。じゃあ天文学プラス30でいいですよ。あ、マジっすか。95だ。計95で。成功してくれよ、頼むぞ。ほら。ああ、よかった。はい。ではですね、渡辺が、まあ、自身がそもそも天文学とか好きなんで、そこら辺の自分の好きなワードとか言ってると、あ、それですよ、それそれと大学生が反応するやつがあります。あれですよ、なんだっけ、地球外環境での生物が生存できるかどうかっていうハビタブルゾーンでしたっけ。そこら辺が専門なんですよ。まんまかぶってますね。
そうですね。ダンの研究している内容とまんま被ってますね。すごいわ。ああ、なるほど。もしかしてそっち関係の知り合いってことですか？あ、まあそうだね。ああ、なんだ、てっきり副業の方かと。ああ、でもまあそうなんです。本業の方で天文学者として課した距離を尋ねるなんて本当に珍しいですね。副業？まあなかなかね、うん、ニッチな分野だからね。本当に、まあそうですね。柏教授もそんな有名な教授でもないですしね。うん、え、ちょっと待ってくれ。彼はこのファビタブルゾーンについては副業として仕事をしてたのかい？そっちが本業ですね。うん、まあでも趣味かと言われれば半分趣味だとは思いますけど。うんうん、副業。ああ、いや、そうか、副業の方の関係ではないんですね。本業の方は、本業が天文学者、そうですね。副業って何やってる子なの？あれですよ。あれ、経営者。経営者。って言ってから、あ、やべえ、これあれ言っちゃダメなやつじゃねって顔します。え？あ、ごめんなさい。まあ教授のあんまこれは個人情報ですからあんまり言うべきじゃなかったですねって、こう頭ボリボリって書いてます。まあ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 、でもお互いこんなね、ファビタブルゾーンなんてね、ニッチな分野をお互い勉強している仲間じゃないか。いや、僕は勉強してないですけど。いやいや、同志じゃないか、教えてくれよっていう感じで信用で、まあ、どう、まあマイナス入る半分ぐらいかな、さすがにね。さすがにね。うん、他人の個人情報だしね。35で振ります。はい、成功してくれ、頼む。あ、まあここら辺はまあぜひあったら本人から聞いてみてください。そうね、副業でどのくらい稼いでるのかとか聞きたいしね。あ、すごいらしいですよ。あ、そうなの。そうか、じゃあ直接聞いてみるか。うん、あ、じゃあ僕はこの辺で。うん、ありがとう。ありがとう。いえいえ、助かったよ。いえいえ、ごゆっくり。あ、ここ、見学とかもあるんで、パンフレットあちらにあるのでって感じで。あら、じゃあもらってくわね。休憩スペースにあるパンフレットだけ指さして、うんうん、大学生は去っていきました。ありがとう。パンフレットか。じゃあとりあえずパンフレット手に取っていこうかな。はい、はい、はい。同じく。パンフレットを見ます？見ます。はい、じゃあパンフレット見てみますと、観測天文台のまあ簡単な地図と所長としてのコメントとともに、柏田の、顔写真が載ってますね。あら、うん、柏は、こういう人物です、うん、あら、こんな感じの人物がこの観測天文所の所長として紹介されてました。いい男じゃない。何歳とかって分かりますか？何歳とかって分かりますか？調べるのを待ってください。書いてあったりするのかしらね。じゃあ今のうちに情報出しとこう。かしら、かしら、お前何歳なんだ、お前。かしら、かしら。そう、天馬ちゃんね。かしら、かしら、お前何歳なんだ。天馬ちゃんです。天ちゃんです。ほうほうほう。かしら、かしら。じゃあかしら。何歳なの？天馬ちゃんだけはね、私のことを強しって呼んでたのよね。強し。そう。強しか。強し強し。ゴーさんじゃなかったんですね。ずっとゴーだと思ってました。やだ、強しよ。でもくるみちゃんって呼んで。だってこんなね、強そうな名前ちょっと恥ずかしいじゃない。いえ、見た目が強そうなんだよな。分からんな。あ、ごめんなさい。20代後半ぐらい。30代後半ぐらい。あ、30代後半ぐらい。はい。はい。まあ、こんな感じの見た目してる子みたいよ、うん、って言って、つぼみちゃんに見た。だったんですね。うん。なんか、でも、あの人の聞いたイメージと私のイメージで結構違いましたね。あら、そうなの？どういう文通してたの？うん、なんかこう好きなゲームの話とか、うんうん、好きなテレビのアニメの話とか、うんうん、好きな星の話とか、うんうん、大体そんな感じでしたね。だいぶたわいもない話やったんやな。
うんうん、楽しかったですよ。なんでそんななんか大学生からはネクラって呼ばれちゃうぐらいだからなんかね、不思議ですね。ねえ、こてんって小首かしげてます。まあ会ってみればわかるわよ。まあそうですね。に私は梶田教授がどんな人でもこう会えることがね嬉しいですから、うんうん、こう頑張るぞいのポーズしてます。あらかわいい。僕も同じ分野の人がこんなに身近にいるなんて会ってみるぞって頑張るぞいって感じでポーズしますですね。まさか研究分野が丸かぶりしてるだなんて思いませんでしたね。ねえ、ね、びっくりしたね、これでこの大学所属だったらさらにやばかったですね。うんうん、私も一緒に頑張るぞいのポーズした後に夏目ちゃんにも同じポーズやらせます同調圧力ちょっと嫌そうに、まあ頑張るぞいぐらいの、うん、じゃあ行きましょうか。行きましょう。そうね、うん、なんかこうウキウキとそわそわ半分ぐらいのつもみちゃんを連れてあなたたちは柏の研究室へと向かうことでしょう。研究室の前に着きました。はい、柏って書いてあります。3回ノック、コンコンコン、返事はありません。あら、いないのかしら。いないんですかね。ちょっとじゃあ扉を開けてみます、軽く。はい、じゃあガチャッと開きます。あら、開いたわ。開くの。開いてるみたいやな、うん、あでもあの人の部屋勝手に入ってもいいんでしょうか。そうよね、私が悪者になろうかしらね。現在廊下に人影はなく、今なら高侵入してもバレなさそうです。入ろう。すいません。すっと。大丈夫なんですか。失礼します。いいんですか。もういなかったらこっそり出ればいいから。あ、そういう問題なんですね。だってもしこの中で研究し尽くしちゃってもなんかぶっ倒れてたら大変じゃない。確かに。これは確かに大変ですね。ごほごほ。お邪魔しますって感じで、じゃあつぼみちゃんも一緒に中へと入りました。よし、これでつぼみちゃんも同罪だ。ひどい話だ。研究室の室内は研究資料であろう紙束がどっさりと放置されていたりと、まあ、決して整理整頓が行き届いているとはとても言いづらい状態でしたね。机を見ると若干のほこりがかぶっていることから、ここ数日は人の出入りも少なかったのではないかということがわかるでしょう。奥にはデスクトップパソコンがあり、それ以外のも研究に使用するものなのか、いろんな機材が多数見受けられる。といったところで、いくつか調べられる場所があります。まあ、とりあえずこの2つは調べれると GM から宣言します。うんうん。はい。他はまあ、アイディア次第。うわ、コンピューター持ちの人あれだったな。あら、私だ。合流するの待つか。あとどんぐらいで合流できるんだろう。まあ一箇所、うん、全員ここ3人が一箇所調べて判定したら合流しようかなと思ってます。じゃあまず散乱したところちょっと見ましょうかね。うん、そうだね。全員で机調べます。そうね、あ、じゃあ部屋全体の目星を私やろうかしらね。はい、よくわかりましたね。部屋全体の目星が PL から提案された場合は存在します。やったわ。おはい、じゃあ行動決まった人からどうぞ。私はじゃあ部屋全体の目星するわね。はい、どうぞ。はい、危ないわね。はい、成功。部屋全体に目星をする。一人だけでいいですか。くるみちゃんだけでいい。僕なんかこう教室部屋の中になんか 本棚とかあったらそれもちょっと調べてみたいっす。あー、本か。本は多分机の上とかになんか雑に。あー、じゃあ資料の散乱した机かな。 OK。 くるみちゃん、部屋全体の目星はくるみちゃんだけでいいってことでよろしいですか。夏目ちゃんと一旦かな、一旦全体見てから気になったらちょっと調べようかな。わ、はい、かりました。ではくるみちゃんはこの部屋をなんか大体全体的にざっくり見ていきますと、
ロッカーの中に着古した白衣が入ってるのを発見します。あら、その白衣のポケットを探るとなんかぐしゃぐしゃに丸められたレシートがいっぱい出てきます。あら、やだ、もう全然清潔感ないじゃなこういうところよ、モテないの。またロッカーの中に一緒に、天体望遠鏡が入ってるのもわかるでしょう。うんうん、組み立て式の簡易的な、コンパクトに持ち運ぶことができるタイプのやつですね。あら、いいじゃない。こんな感じかな。まあそうね。じゃあこれ私持っておこうかしら、この天体望遠鏡。うん、所持品に加えておいてください。はい。で渡辺くんは机を調査するでよろしい？はい、大丈夫です。はい、机は、まず乱暴に閉められたみたいで、机の扉が若干開いてる引き出しに目がいくことでしょう。開けてみてもいいし、机の上のなんか資料の山を漁ってみてもいい。お、2箇所調べられるところがあるってことですね。うん、そっか。じゃあ自分のマスクを外して、はいはい、指紋がつかないようにして机を、開きそうな机の引き出しを開けてみたいです。はい、開けてみますと、そうですね、中には2冊の大学ノートが入ってまして、まあ、それしか入ってないことがわかるでしょう。大学ノート、うん、パラパラっと流し読みってできますか？まあ、パラパラっと見てみますと、まあ、日記兼研究ノートみたいな感じだってことがわかるでしょうね。で、まあ、西暦が手書きで書かれていて、なんですけど、なんか数字が連続して全部あるわけじゃなく、このノートは2022年のノートと2032年のノートみたいで、間の2021年から31年のノートは見つかりませんでした。ほうほうほう。まあ今年のノートと10年前のノートしかなかったってことですね。なるほど。じゃあちょっとこの大学ノートは持ち帰りたいと思います。はーい、まああとで時間かけて内容を読むこともできるでしょう。はい、覚えていればな他のとこで調べられそうですか？まあ判定してないんでいけますよ。あ、じゃあもう一箇所その机の上の資料を見てみたいです。じゃあ目星か図書館ですかね。図書館振ります。はい。成功しろ。よし。ナイス。危な。じゃあ渡辺は資料の山の中から、よくわかる天文学入門っていう本を発見しまして、この書籍を片手に技能判定をする場合天文学にプラス20ができます、なんですけど入門書なんで技能値が50以上の人は使えませんね。惜しい、うん、入門書があった。これはよく昔見たことがあるな。内容っぽいな後で夏目さんにでも渡しておこう。まあ、とりあえず持ち帰っておこうはい、じゃあ持ち帰るやんめっちゃ持って帰るな。本を3冊持ち帰りました。強奪は基本基本やば。夏目ちゃんはどうするのかしらね。まあパソコンも普通に気になるし、うん、なんかカレンダーとかになんか印とかあんのかなとかも思うし、レシートがいつのレシートなんかも気になるしあ、レシート見れるのかしら。私どうなの？見れるよ。まあパソコンは任せようかな。あ、いや、ワンちゃんそこに行けない可能性があ、まあ別にこっちの3人はなんかまさかあっちからそんな一瞬で切り上げてこっち来るとは思ってないだろう。確かに。うん、じゃあ普通になんか流れでパソコンを調べようかな。その間私嬉しいと思う。ではパソコンの方に行きますと、そうですね。つもみちゃんもそこら辺周辺をキョロキョロしてますね。ほえーって言ってます。ほえーって。
パソコンが、はい、パソコンなんですけど、まあ、起動されたまま放置されてるみたいでして、はい、どっかキーを叩けばログイン画面が表示されて4桁パスワード入れろみたいな感じになってます。4桁のパスワード、また複数の機材がコードでこのパソコンに接続されていることもわかるでしょう。コンピューターか電子工学か天文学の半分に成功するとどういう意図でつながってるのかわかるかもしれません。じゃあでも電子工学もコンピューター持ってないから天文学入門書を借りて半分でまあいい、仕方ないな、許してやろう。25スラッシュ2いけ、スラッシュ、スラッシュどこや、君ならできる、いけるいけるいける、あれスラッシュってどこ、あこれかあるわよ、次のハテナの上ぐらい、オッいけいけ、うーん危ないわ、割とこう夏目さん、これ見てる、これ何かわかりますか、んどれどれ、いやこの装置ですけど、多分これあれですよ、上のパラボラアンテナ操作してる装置ですね。おー、あー俺もそれ言おうと思ったいやじゃあ一緒に分かったってことですね、ニコニコっとしてます。あ、かわいい、すごいですね、ユース探偵のくせに嘘下手くそねなるほど、じゃあ、うん、その機械を操作してるのがこのパソコンですね。今も起動中みたいな感じに見えますね、うん、このパソコンで制御してるみたいです。ただ制御、まあ触ろうと思ってもパソコンにログインせん限りは難しいってことか、うん、そうですね、パスワードがわからないと制御はできないんじゃないでしょうか。4桁のなんか数字っぽいけど、うん、うん、なんかつぼみちゃん文字かもし、アルファベットかもしれませんよ、アルファベットかも、心当たり ないのかしら、つぼみちゃんって、うーんってじゃあこうめっちゃ首をひねってます、うーんってなんかパッとは出てこなさそうですね、パッとはっていうか普通に出てこなさそうですね、適当に1234でいいんじゃねえの、ほじほじって鼻ほじってます、うん、なんかカレンダーとかとパラパラっと、うん、特にはないかな、なんかパソコンのキーボードのホコリとかでこう押されてる跡とかあったりしないですか、手垢のそうかな、いやこのパソコンパスワード以外にも使うからないと思うけどパスワードしか押さないキーボードではないから日記とか研究ノートになんかパスワードみたいな、あるかもしれないですね、あでもあれか、はい、今渡辺さんの所持品にスッと入ってるんでじゃあレシートでなんか気になるものあったりします、はい、といったところでないですか、全聞き耳どうぞ、わお聞き耳、あらこの場に3人、何も聞こえない、成功して、はい、はい、頼む、あじゃあまあ、この研究所なんですけど角部屋というか廊下の隅っこの方にあるんですよ、なんですけどここにこっちに向かってくるような足音が廊下からこうカツンコツンと聞こえてきますね、あなたたちはどうしますか。ロッカーっていくつあります。あまあみまあ水分はさすがに一人のようなやつだしな、まあ二つ三つじゃね。どうしよう、私入んないわよ。まあちょっとサイズ18は多分入んない入んないわねこれねうーん、こういう時って PL としてなんかアドバイスとかしていいですか。いいですよ、 PL はどうぞ。そしたらあれじゃない、こうくるみちゃんとつぼみちゃんが外に出てて2人隠れたら、廊下は別に一本道なんで、多分今出たら出るとこばったり遭遇しますけど、2人ロッカー、ロッカーの外ってことね。
そうそうそう、ロッカーで2人はもうつぼみちゃんを連れてきたくるみちゃんみたいで、そうね、そうしようかしらね、うん、あんまり多いとちょっと不審がられるかなと、うん、じゃあそうしようか、はい、最悪失敗したら一緒に出てきて僕たちなんかこう親友なんですけど、この子ロッカーから出てくるの私だ言い訳なんもできねえぞそれあの白衣のないロッカーに入ります、はい、夏美はロッカーにスッと入りました。あ、ないんだ、ん、あ、あのダイスないんだなと思って、あれ振りたいよ、振りたいの、隠れるを振りたいってことは、いや、もうやばい、冒険だよ冒険いや隠れる10あるからな、10じゃん、やめろやめろ、ちなみに聞き耳成功したの夏目だけだから、夏目しか出しようと気づいてないんですけど、声かけてくれ勝手に隠れた、え、どうしたってあれあれ夏目さんどうしたんですか、いきなりロッカー入って、なんか隣パソコン一緒にパソコン見てたのにいきなりロッカーに入ってどうしたんですか、戸惑ってる間にガチャってなるわな、いやいや、ちょっと みんなにあの、うん、足音がこっちに向かってるっていうことを、うん、ああ柏田教授かもしれませんねって、じゃあつもみちゃんの顔が輝きます、そうね、ご挨拶しないといけないわね、そうですね、やとしてもこっち今勝手に入ってる身やからさ、 あらやだ本当だわ、やっぱりダメなことだったんですね、うーん、まあそうね、ダメなことだったからちょっと私は素直に謝ろうかしらね、そうですね、ごめんなさいしましょう、研究室に限って閉めれます、まあ閉めれますよ、多分ガチャって言うと思いますけど逆に怪しまれると思うよ、それしたら向こうは多分閉めてないって分かってるから怪しまれるんちゃうかな、鍵閉まってたら、普通にそうよ、私たちやましいことしてるみたいになっちゃうから逆に開けといた方がいいわよ、今してるんだよな間違いじゃないんだよなしてないわよ私別にそんなねあ、まあ僕もじゃあ天井に張り付き、天井に張り付きスパイダーマンスパイダーマンスパイダーマンかアルソックぐらい、アルソックのあの吉田君ぐらいだよちょっと遠いぐらい天井角にあの上の電球にあの組み付きでいいけどするいいけど組み付きしてみようかな、してみようから、まず跳躍からですね多分、ああ跳躍から、跳躍もなかったな、下手なことしないのもうあんたたち、じゃあ夏目も堂々としときます、うん、はい、一応まあ探偵としてあの、うん、ちゃんとつぼみちゃんを連れてきたって説明しようと思うんで堂々とします、うん、はい、渡辺もそのまま言います、やっぱり、はい、ではそのまま部屋の中にいる、4人はドアの方を見つめてるでしょう、ドアの外から聞こえてきた足音は、研究所の前で止まりました、ということで、研究所の前に着いたお二人はどうしますか、ああなんだよかったわ、焦るあれはいかにもうめっちゃ受け付け嬢に対するロール考えてたのにいや別に同じことしか言わんし、いろいろ楽でいいかなもうそこからやってもいいですよ、そこからやります、いや大丈夫です大丈夫です、はい、無事にまあ受付嬢に、うん、受付嬢に、ああさっきの方も来ました、あ教え合いですか、じゃああっちの天文台行きましたよって案内教えてもらって、天文所来て、なんかパンフレット見たら研究所の場所が書いてあったから、そこの部屋の扉の前まで来ました、わかりました、はい、よくなんか知らんけど扉の外から息を飲むような気配が漂ってくるような気もしますさかなクンこれノックして大丈夫なのかしら多分ここにいるって言ってましたからね、じゃあちょっとしてみるわね、コンコンコン、はい、はい、じゃあ中にいる4人は廊下側からノックされましたけどどうしますか、あらノックされるってことは教授じゃないんじゃないのこれ、いやなんか聞き覚えがある声がするわ、いやあれこの声は、ね、いやいやすみません、どなたかいらっしゃいますか、コンコンコン、あれこれ長吉さんの声じゃないですか、そうねガチャ扉を開けます、あら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 あ あら皆さんもうついていらっしゃったんですね、そうなんだよ、猫かと思った、あれでも教授の姿はいやいなくて、
そう、留守だったんです。あれだ、勝手に入ったんですか。あれでもなんか大丈夫だよってみんな言ってたんで、ほらなんかね、中で待ってれば教授帰ってくるかなと思って。そうそうそう、勝手にお邪魔。サプライズパーティーや、サプライズパーティー。大学の研究所ってそういうもんだと思いますよ。そうよね、鍵なんてかかってないはい、入りました。ああ、なるほど。主人もそんな感じで生徒さん勝手に入ってたし。そうよね。そうなんですね。私もよく入ってたし。そうね。感じなんですね。そういえば鍵もかかってませんでしたしね。そうよ。まあ、確かにそうだ。確かに。かもな。で、何と分かったのかしら。モニターに映ってる。バーチャル VTuber になってる。私もやりたい。私もやりたいわ。さかなクン。画面で合わないサイズが。すごい。なんか圧がすごいけど。このくるみさんがいる、あ、じゃなかった。このよくわからんあのモニターが、モニターじゃなくてパソコンなんですけれども。うんなんかこれがこう、あ、ここを調べたのか、なんでもないです。はい、なんかロックかかってるみたいでね。これ多分上のあのアンテナロックしてるやつですね。あー、なるほどね。そこにパスワードはわからないわね。でも私ちょっとなんかできるかなとか言って調べれますか。何を調べますか。そうですね、パスワードをがわからない。わからないでしょうね。ですね、どうしようかな。ハッキングを、さすがにハッキングできる人妻やだな。じゃあまず先に、キュミズさんの情報を出します。はいはいはい、うん、はい、皆さんさっき放送局に行ってきたんだけれど、あのとても優しい山本モブさんっていう方がいて、うんうん、その方からちょっと清水さんっていう、あの天文学に詳しい教授さんのお名前をね、あのちょっと拝借してきたので、うんうん、そちらにもしよければ行きたいなと思っているんだけれども。そうですね、招待状みたいなのももらってきたんですよね。そうなの。親友渡されただけです。そう、名刺で。でも多分あの天文学の私の主人の名前を出せば多少は信用してくださるかなと思って。強い。夫の信用判定が必要になってくるな。もう信用判定はさすがに厳しい。まあそうね、ここもなんか誇りっぽくてあんま戻ってきてないみたいだし、今日は来ないかもしれないわね。うん、だから、うん、確かに、まあ聞ける人に情報を聞き出すのはいいんじゃないかしら。同じ天文学者のね、あの同じ大学の学者さんだったら分かるかもしれないし、今いる場所が、うん、そうですね、うん、確かに、うん、行ってみましょうか。台風の様子も、はい、心配ですし、うん、そうね、うん、このテーブルの下のゴン箱とかって、ゴミ箱か。じゃあカップ麺のゴミがいっぱい入ってました。ああ、清潔感のない男って嫌よ。結果やな、結構、うん、育てがいがあるけど、育てがい。これあれですね、インスタント麺ってやつですよね。うん、そうね、うん、なんか不健康な食生活を送ってたのかもしれないわね。うん、みたい、ね、うん、こんなものより魚を食べた方が。そうだね、おーちゃんの魚食べたら健康いいんだ。あのシーフードカレーって書いてありますよ。いやいや、もうこんなの魚じゃない。え、4人が調べた内容って今共有してもらった手でいいのかな。まあ、カクカクシカジカで、とりあえずこれゲットしたわよって言って、天体望遠鏡、イエーイって。シート何か書いてもらったじゃないですか。勝手に持ってって大丈夫なんですか。いや、なんかね、今ちょうど土星とかが近いから、こう、うん、もっとよく見えるかもしれないわよ。そうそう、確かに、ちょ、緊急時ですしね。そう、借りてるだけ借りてるだけ。くるみちゃん、あ、なに、レシートの日付とかなんか書いてないかしら。そう、それ見たかったんだけど、どうかしら、うん、聞いた。レシートは、まあ、日付はまあバラバラなんですけど、まあ、弁当とかカップ麺とかがつらつらって。いや、もう常になんかコンビニ弁当ばっか食ってたみたいよ。ほらっつってバーって適当に。アイディアが振れます。よし、じゃあアイディア振ります。
アイディア。え？アイディア。おお。はい。じゃあ久美沢さんは、ここに書いてあるレシートのこのお店の名前、うん、コンビニのレシートなんですけど全部、それが全部赤城駅周辺のコンビニのレシートだなって思うでしょう。あら、うん、お全部これ赤城駅周辺ね。だってここって赤城大学の駅の方が絶対近いはずなのにね、うん、そうね、うん、なんでかしら、まあ、大学内だったら食堂とかもあるし、そうよね、うん、なんでわざわざ赤城駅周辺で、お家がそっちなのかしら、で朝買って大学に向かってるとかかしら、ね、でもそれやとしたらわざわざ白衣来て赤城駅周辺で買い物してるってことにならんかな。そうね、うん、あ白衣にそうか、そう白衣から出てきたから、白衣のポケットから出てきましたね。なるほど、赤城駅あたりでなんかよく研究したりとかもあるのかしらね、もしかして。あー、フィールドワークしてんのかもね。うん、なるほど。じゃあ、じゃあつぼみちゃんがですね、こうあの付箋、あの平べったくて大きい付箋とペンを持って、うんうん、くるみちゃんの方に持ってきます、うん、あら、あの仮に句にしても一言ぐらい書いておいた方がいいんじゃないでしょうか。そうね、ありがとう。確かに申し訳ないわね。でペンと付箋を渡します。じゃあ緊急事態、貴様の宝はいただいて、返してほしくは。回答くるみちゃん。バレバレ。バレバレ。もないけど。お題バラしとるやないか。回答 K とかじゃないもんな。緊急事態なので少しの間お借りしますハート。どういう緊急事態が起きたら天体望遠鏡を借りてくんだよ。天体望遠鏡自体目星ってかどうですか。あ、まあ普通の望遠鏡ですね、組み立て式の、まあ、特に変わったところはない。はい、まああの、まあ、まあ大学の名前とかは掘ってあるかもしれないけど、それぐらい大学の私物なのか。まあ用が済んだらお返ししますハート。うん、で、うんうん、なるほど、物を借りるときはそういう風に書けばいいんですね。そうよ、ハートつけとけばなんとかなるわよ。なるほど、ハートつけとけばなんとかなるんですね。そうよ。ダメなことを教えてる。ちゃんとね、あの丁寧語を忘れちゃいけないわよ、敬語とか丁寧語とかね。なるほど、なるほど、丁寧語でハートをつければいいんですね。そうよ。みんないらんこと聞いて申し訳ないんだけど、うんうんうん、なんですか。キーパー今10時ですか。キーパー、あ、私、あ、もうちょっと経ってる、お昼ぐらいですね。もうここ出たらお昼になるぐらい。あ、オッケーです。じゃあその清水教授のとこに行くか。行きましょうか。行きましょう。まあ、そうですね。じゃああなたたちはこの部屋を後にしました。まあ教授の、清水教授の研究室もあれですね。パンフレット見たら場所わかります。各どれなのかな。まあ近くですね。同じ天文所内なんで。うんうん、あっちの方みたいよ。うん、うん、じゃあちょっと向かいましょう。はい、行きました。コンコンコン。ああ誰だ、入ってよいぞ。あ、今度はいるみたい。すみません、お邪魔いたしますって言って入ります。ゾロゾロと、ゾロ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 、お邪魔します。じゃあそうですね、清水教授は、入っていいぞって言ったもの、なんかえらい大人数がゾロゾロ入ってくるんで、おー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 おおおおで最後にお邪魔するわねって、おー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 なんだ、なんか思ったよりもなんかあれだな、存在感があるメンバーメンツが来たな。誰誰だいな、何の集まりだよこれは。突然申し訳ございません、大勢で、あの私の天文学者の亡きの妻なんですけれども、わかりますかって言って、あのちょっとお話をします。その人ってこの大学の教授でした。そうです。ああ、じゃあ多分知ってるな。あの亡き教授の、亡き教授って言い方あれだな。そうすな、ないからな。亡きやけど亡きだよな。テンマさんかな。天馬教授の、これはこれは
あ、お世話になってまして、うん、ってなんかこうご挨拶をしてすいません、あの実は山本さんっていう方からちょっと、うん、あのこちら名刺いただいてきたんですけども。山本誰だったかな。あれあ、まあいいかって多分あの放送局の気象庁の天気のお天気の気象庁の方だと思うんですけども、そんな名前だったような気もするね。ちょっとその方からもしあの今の状況とかを聞くんだったら、うん、あの清水教授に来た方がいいということで、ちょっとなるほどそういうことか。ああどうぞどうぞ、座りたまえと言っても椅子人数分あるかな。なんてこう教授は椅子を出してくれます。ありがとうございます。ありがたい、優しい。くるみちゃんの膝の上に乗せときますね、つぼみちゃん、うん、じゃあありがとうございます。ハートって口で言います。ああいいんだよいいんだよこんな感じでいいですか。つぼみちゃん大正解よ。あ、なんだどういう集まりなんだってもう一回言いますよ。確かに百鬼夜行だもん。うん、ちょっとこのちょっと右三人をなるべく視界に入れないような感じにして。あれ。お前そっち側だよ。はい背後取った。危ない。多分こういう時は夏美さんがいいかな、夏美さんか渡辺さんがいいかなと思ってちょっとチラチラ見てます。それでそうだね、どんな話を聞きたいんで。うーん、今この現在起きている気象の情報は簡単に伺えないかなと。ああ確かに異常気象だからね。うん、まあそうだね、まあどこから話すか、まあ最初からかな。この台風は発生からしてがそもそもおかしいんだ。変動風波動説では説明がつかない。現在でも台風の発生メカニズムは完全に解明されているとは言えないが、うん、まあそうだね、もしかしたらこの台風は、そこで台風の、発生のメカニズムの解明への手がかりになるかもしれないね、とこう目がキラキラしだします。いや、なるべく多くの情報を集めなければ。ウキ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 って感じです。渡辺くんがうんうんってな、うなずいてます。パラボナアンテナを使ってる理由っていうのも、まあ、それが原因だったりするんですか。ん、ああいや、あれは樫田くんの管轄だからね。ああそうなんですね、うん、ちなみに今あの樫田教授いらっしゃらないようなんですが、おお、君たち樫田教授の知り合いなのかい。いや知り合いというわけではないんですけれども、あのここにいる少女が樫田教授を探されていて、うん、それでここにやってきた次第なんですが、はあ、あこのなんか大柄な男性に膝の上に乗っている。あ、そうです。くるみちゃんって呼んでね。あ、その膝の上のくるみちゃんが。あ、膝の上はつぼみちゃんです。え、私がくるみちゃん。あ、そうなのか。はい、彼は くるみざつよしって言います。あ、やだ本名で言わないでよ。あ、まあなんかよくわからないが、まあいいか。樫田教授か。樫田教授は、まあ、最後に見たのは23日の朝だったかな、昨日の朝。うん、なんかもう珍しいことに訪ねてきてね。詳しいことは聞いてないけれど、なんか大変すごく焦っているような慌ただしい感じだったね。焦ってる。どちらに行ったかとかわからないですかね。そこまではなんとも。だがそうだね、何やらこう何かやり遂げなければ、何かしなければみたいな感じのことを言ってたかな。まあそういった感じの態度って、うん、今に始まった感じではないですか、今回は特別。そうだね、彼はまあなんか教授たちとか生徒たちの間ではまあ悪い噂も立っているけれど、まあ本来そんな人ではないんだよ。学者としての能力も申し分はない。まあただ口数が少なくて人見知りで、ちょっとそこら辺が恨みに出てしまったって感じだね。なるほど。ただ、そんな彼がだ、わざわざ僕のところ訪ねて頭を下げてまで、やる、どうしてもやらなければいけない大切なことがあるから手を貸してくれと言ったんだ。
まあ君たちが彼とどういうつながりかはわからないけれど、機会があったら彼を助けてやってくれないか。どこかその加須田教授が行きそうな場所に心当たりとかありますかね。いや、そうだね、すまないが特に心当たりはないかな、まあ多分どうだろう、わかんないな、さすがにな。ちなみに手を貸してくれって何を頼まれたのかしら。ああ、そうだね、私はまあここで天文学のやってることがやってるんだが、浸水被害の予測図とかも作っていてね、それを貸してほしいと言われたんだ。浸水被害の予測、そうそう、町が水没した時に、どこら辺から順番に水没していくかって感じの地図だね、それって教えていただけたりします？ああ、まあそうだね、構わないだろ。と言って、じゃあ清水教授はあなたたちに、浸水被害予測地図を手渡します。これがあれば車での移動も不可能ではないでしょう。おー、やった。おお、うん、彼が何してるかを、まあ、僕にもあまりわからないんだが。ありがとうございます。あ、気をつけてな。まあでも言ってしまえばこんな天気の中外を出歩くのはやめた方が、やめるのが一番いいんだから。まあそうよね。危険よね。ですよ。でもあの携帯も何も繋がらないかったり、情報が何も仕入れられないので、そもそも避難した方がいいレベルなのかもわからないという状況が。確かにな。今回の台風は前代未聞だからな、どれぐらい続くのかも正直なところわからないというのが正しいしな。そうよね、まあ、やっぱりそうなんですよね、しかもなんか台風の目がなんか戻ってきたのか2個あるのか知らないけど、なんか2回お天気晴れたのよあ、なあ、まあ、そんな話も聞いたな。いやー、ますます興味深いね。じゃあニコニコしだします。やっぱ面白い。そんなことあるんですか。いや、ないよ。ないからこそいいぜ、いい、あの情報になるんじゃないか。おお、なるほど。うんうん、手うなずきます。ちなみにその土星のこととかは聞けないかしらね。土星が、あ、まあ、なんか最接近するみたいな話はしてたね。まあ僕天文学は詳しくないんだけど。あ、そっか。一番近づくタイミングっていつの何時とかってわかるんですか。あ、ちょっとわかんないな。まあ、なんか今日明日とかじゃなかったかい？今日明日中には。まあテレビで見たニュースで、テレビで見た知識でしかないんだけど。清水教授はその土星ご覧になられましたか？うん、いや、この天気だからね、さすがに今回は見れないかな。ああ。ああ。台風の目来なかったのかしらね、ここ。あー、なるほど。教授はちなみに22という数字について何か心当たりはありますか。22という数字について心当たりはあるか。え、なんだい、なぞなぞかい。いやー、興味深いなぞなぞなんですよ。そうか、さすがにちょっとノーヒントすぎやしないかい。台風関係でなんか心当たりがあると思って。ああ、そうかね。台風の番号22号といえば、何年前の何年何これ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 。ああ、土星の22について何か聞いたことってないですかね。あ、まあ何回も言うようだが、土星については詳しくなくてね。僕は気象学の教授だから。失礼しました。足田にでも。台風。22番目の名前とかってわかりますか。どういうこと。ナルガエ22号。名前が、じゃあちょっと今からググるから待っていた。前、あのナルガエって名前みたいよ。早い早い。ナルガエ、ナルガエらしいです。そう、翼を意味する言葉らしいわ。翼。本当だ、ナルガエ。台風25号ナルガエ。みんなもう全部聞いたかな。あ、僕まだ聞きたいことあります、私もあるんだ、どうぞどうぞ先に。いや、これ聞いちゃっていいのか、ラストにしたいんだけど。同じ、多分ラストの、同じこと聞こうとしてるんじゃないの。じゃあちょっと聞いちゃおうかな。先にもし違ったらあれだけど、あの、清水さん、お聞きしたいんですけど、うん、あ、なんだっけ、何教授だっけ。
柏田教授の副業について何かご存知ですか？私これこの情報知らねえわ。ああ。え、さっき共有してもらったことでいい？いや。ああ、なんかあれだろ、経営してるってやつだろ？そうです。ちょっと興味があって。何を経営してるのかしらね。あ、なんかいろいろやってるらしいぞ。あら。いろいろ。何かご存知ですか？こう何の家とか。何か。まあそこら辺の飲食店とかゲームセンターとか。なんかコインランドリーとかあ、そうなんですね。あ、なんかもともと柏田の一族、柏田家というのはそこら辺の経営能力が高い傾向にあるみたいでね。あ、そうなんですね。あ、すみません、うん、清水教授はこの辺の地理に少し詳しかったりしますか？まあ多少はこの辺に住んでるから。あ、ちょっとお伺いしたいんですが、うん、って言いつつちょっとあのこっそり清水教授に近づいて、はい、この住所について心当たりがないか聞いています。はい、あ、住所、まあその住所はまあ自然公園のここら辺だねって言われます。うん、何があるとかはご存知ですか？もう自然公園があるじゃないかい。なるほど、ありがとうございます。うん。うん、こんなとこですかね。そうですね。つぼみちゃんはなんか聞くことないかしら、うん、大丈夫かしら、柏教授ってどんな人、普段どんな感じの生活してるんですかみたいなことをじゃあウキウキしながら聞いて、うん、はは、なるほどなるほどって感じでこうニコニコしながら柏田の話を聞いてますね。おお、おきいちゃん。じゃあそろそろ時間も時間だし、うん、おいともしましょうか。そうだね。あ、もし彼を見つけたらよろしくね。清水さん、ありがとうございました。あ、いやいや、ありがとうございました。ありがとうございます。うん、君たちも、まあそうだね、台風ひどいから早めに帰るんだよ。ありがとう、そうするわ。うん、じゃあ教授はあなたたちを見送ることでしょう。なるほど。大学内でやりたいことはこんなもんでいいですか？そうね、借り切る場所がわからないな。うん、まあここら辺、まあ、言ってたけどちょっと休憩スペース的なところもあるんで、うんうん、ここで情報共有とかしてもいいでしょう。あ、うん、そうね、うん、ちょっと休憩スペースに行って今後の動きを、うん、そうですね、相談し合いましょうか。はい、じゃあ休憩スペースは自動販売機とあと、まあ、ベンチとかがある感じでして、うんうん、こうつぼみちゃんはこう自動販売機を端から端まで順番に見ながらふわーって言ってます。なんか飲みたいのある？つぼみちゃん。これどんな味がするんでしょう？どれかしら。おしるこか。じゃあおしるこ指さしてますね。おしるこね。おしるこ、なんだろう、和菓子とか好きかしら。和菓子、あ、まあわかりますよ。そう、なんかあのあれ砂糖菓子みたいなやつですよね。そうね、なんかあんことか好きだったりするかしら。あんこかが、うん、でも甘いんですよね。そうよ。うん、じゃあちょっと飲んでみたいかもしれないですね。じゃあ買ってあげるわよ、ガシャン。はい、じゃあ入って受けた。 ありがとうございます。熱っ熱っ熱っ。そうね、暑いから気をつけて。寒いから体温めましょう。じゃあ俺はおでん買おうかな。おでんか、まあありそうだな。ありそう。この観測じゃありそう。おでん感あると思います。やった。おはい、じゃあつもみちゃんは座ってこうお汁粉をちょびちょび飲んでホプーってなってます。あ、かわいい、かわいい。うん、おう、それでそのクルーズお留守でしたけどどうしましょう。そっか、結局柏田教授には会えなかったのか。そうね、うん、ですね。なんか教授が行きそうな場所の手がかりでもあればよかったんですけど、まあ、私パソコンしか見てませんでしたから、うん、なんかレシートとかに赤切駅周辺でいっぱい買い物してるみたいな感じの情報がね、あったから。でもまあ、でも赤切駅周辺歩き回って偶然会うのを見つけるのはだいぶ難易度が高いと思うんですけど。確かにね。さっき
清水教授が言ってたなんか飲食店とかゲーセンとかって、うん、そのあ、まあ、でもどこか具体的に分かんないですし、うん、その昔からの渡辺さんは何か見つけましたか、うん、あそうだあれだあのこの日記と研究ノート、うん、あ別のものを別のものほら持ってたんですか。そうそうそういやくすねてたんじゃなくてちょっと長期的に借りてるだけだからいいですよ渡辺さん、ちゃんと借りますで丁寧語で書いたハートってつけておかないとそうよそうだね後で柏さんにそのメモを渡すよ後出しちょっとこの日記の内容を人の日記がここにありますこの中を、うん見るのは悪いことでしょうか見ますって感じで自問自答したな今気になるあもう見る私気になるあもう見るんですねはい、では中を 見ますが、1年分の記述というのは膨大なものになります。めぼしい情報を手早く見つけるためには図書館の判定に成功する必要があるでしょう。では渡辺くんは図書館振ります。はい、はい、成功です。ナイス。ちょっと待ってね、その間に私一瞬離席してもいいかしら。そうですね、一旦休憩挟みましょうか。結構やったし、すみません、僕もトイレ行ってないから、はい、一旦休憩挟みます。はい、